こんにちは、なおなおです。こんにちは。今日は、心さんに搬入に来ました。名古屋市緑区にある心さんです。今回もかよこさんにお手伝いしてもらいます。よろしくお願いします。では行ってきます。行ってきます。でお洋服を遊びに、ね、これにかけて、コロンとした子たちをポップにかけようか、ね、そうするといつもの白を持ってくるから、うん、そうですね、どっちでも、ね、あんまり高いとかぶっちゃうからさ、うん、ちょっと低めがいいですね。あ、そうですね。どうですか。あ、すごい、全然また今までと違う。これも柿渋の生地を、うん、こっちはね、うんうんうん、最初やったんですよ、うん、初めこれをやりたくて、うん、先割りと混ぜたんだね。そうだけど結構難しくて大変だよね。これはそう、なんかここの大きさも決まってきちゃうし、なんかこっちの方が、まあ、下は丈夫だな、うん、あとここは分厚すぎて。あ、そうなんだ、大変だった、うん、大変だったから、うん、ね、でもこれはこれで多分好きな人はいると思う。あ、本当ですか、うん、でもすごい素敵だと思う。ありがとうございます。めちゃくちゃ素敵だと思う。なんかここ本当はかなり無駄になったなと思って染めるのが、うん、でも逆にいいかもと思って、うん、すごいおしゃれ。なんかさ木のさ皮みたいな、そう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 、木の皮みたいな雰囲気になった、ね、だからさ、これ何、うん、っていう思わせるこのさ、うん、何木の皮って言って、なんか色味もさ、うん、ワントーンなのにすごい存在感があるじゃん、うん、だからそれだけやっぱり手仕事の魅力が詰まってる気がする。へ、うん、ここら辺はお洋服の流れでニックバッグと今までのこの感じを作って、こっち側にちょっと、あ、そっか、ね、調整をしよう。はい、めっちゃ降ってきました。そう、よかったですね。長はあるあるだね。私たちの移動中にも大丈夫っていうのが素晴らしいよね。素晴らしいです。もうこのまま最後にまた場所を考えよう。そうですね、色味の展開が、でも色味のこっち立ってるを寄せて、うん、こっちを柿渋系がいいんじゃないかなと思って、パープルはどっちでも、あの渋系でもどっちでもいけるから、うん、本当がいい。で、そう、このシリーズと最近は、うん、コロントショルダー、コロントショルダーをちょっと作ったんですよね。かわいい、かわいい、マチが、マチがしっかりあるんだね。マチがあってかわいい。これがあるのと、これは本当にただの金箔で、うんうん、こういうタイプ。あー、それもかわいいね。ノールストーンのちょっとあれですけど、お財布に入る？お財布は立ってない、長財布は入らないけど、まあ、こういう財布。あ、そうそう、これがこの3個、このシリーズね、手持ちタイプ。あ、かわいいね。ちょっとこれもかけよう。これもビニ、かわいいと思う、ね、すごいすごい、すごいですよ ね、こんな時にね、え、ね、積み下ろしじゃなくてよかった。本当本当、すごいね、こんなに来るっていう。あげてどうかな、いい感じ、いいよね、いい、こうリズムで、うん、あそこの窓も自然に馴染ませて、うん、楽しいね。あ、火が出るから、 ありがとうございます。ありがとうございます。もっと電気がつくと電気が変わるね。かわいい、温かみ、ね、温かみが、これがさ、パリッとするね、落ちてもね。そう、すごい、シリアが、ね、本来は、うん、やわやわ、一番やわやわで、うん、嫌なんですけど、柿渋するとパリッとするんですよ。すごいね。だから、バッグも硬くるし、にくくなるし、ね、なんか、すごい魅力的だよね。しかも、もともと、そのシミとかが、うん、すごく使えなくて、捨てていたやつだったから。おー、柿渋染めしてるから、シミも使えるし。そう、捨てるとこなくなっちゃって。すごい。そう、シミがいい感じになるよね。そう、それがまたいいよね。そうなんです。
かったり、バリエーションがね、なんか手仕事の魅力が広がるね。なんかやってて面白いな。すごいすごい。これはなんか新たな新境地じゃない、うん、なかなか子供さ、それぞれが個性があるから、ハマる人にはハマると思う。 そんなに数がないからね、あれハマる人には大人な。こちらが DM にも載っていましたモミの丸底バッグです。真っ黒の丸底です。袋も合わせやすくていいかなと思います。持ち手の長さもそれぞれあるので、肩にかけたりもできるタイプもあります。こちらは新作です。カキシブのトートバッグです。こちらがカキシブの先折りで、この部分は布の、かき渋で手で折ってます。中ものぼり旗をかき渋で染めたものを使ってます。こちらは黒ベースに見えるかな、こちらがのぼり旗の手織りです。それぞれ1点ずつ用意してあります。かきしぶショルダーもご用意してあります。中がポップで可愛いです。こちらはチタ木綿の白シャツです。ポケット部分に先折りがついてます。あと背中部分もポイントでついてます。もう先折りの模様がちょっとずつ違うので選んでみてください。着物服もいろんなデザインでご用意してます。いいね、こっちを配置して、うん、で、これも置けたし、ね、ね、いいんじゃないかな。いいですね。こちらが心さんのお店になってます。お庭も可愛いです。だいぶ搬入ができてきました、うん、まずはこちらが柿渋のシリーズを並んで貼ります。丸底もいろんなタイプがあります。巾着も新作です。こちらがアトクロのシリーズとゆらゆらシリーズです。ゆらゆらシリーズ置きました。あとはビッグバッグ、こちらがちょっとパステル系の爽やかなシリーズになってます。ピアスやイヤリングもあります。先折りのベレー帽は秋に活躍します。あと白シャツと着物服もあります。こんな感じです。
店内もナチュラルな可愛い雰囲気にぴったり収まりましたので、ぜひ遊びにいらしてくださいね。かよこさんのお洋服も着物服です。ありがとうございます。最後までご覧いただきありがとうございました。私の在廊日は9月4日日曜日と9月5日、9月12日、9月19日の月曜日です。時間は10時から3時までです。在廊日にはバッグのオーダー会もしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。